ありがとうございました。はい、ということで今からモネの池が近くにあるということで、そちらに向かっていきたいと思います。岐阜っていうと結構モネの池上がってきますね。岐阜といえばっていうあれで、寒いです。日陰は寒い。さっきちょっと暑かったから上着なしでいいかなって思ってきたんですけど、上着なしでいいかなって思ってきたんですけど、やっぱちょっと寒いね。とはいえとはいえ、日光が当たると暖かく心地よくいいツーリング日和でございます。こののどかな景色と心地よい気温、心が洗われます。日がちょっともう落ちてきて、まだ3時ぐらいだと思うんですけど、日が落ちるのがねだいぶ早くなりましたね。岐阜といえばね、川が綺麗だって言いますよね。ほらそこに流れる川綺麗、水が綺麗、空気が綺麗、魚が釣れるみたいな。あ、そうそう、モネの池にもね鯉かなんかがいたと思うんですよね。綺麗な色の赤とか白とか泳いでた気がします。確か。うわ寒い、死ぬほど寒い。今年一の寒さを観測しました。あ、寒っ。あ、バイク舐めたらいかん。あんまり寒いとね速度も出したくないですよね。っていうのは風がいっぱい当たるって思っちゃうからなんだけど、実際のところ速く走っててもゆっくり走ってても、もうバイクに乗ってる時点で寒くて風当たるの一緒だし、あんま変わらないんだろうなと思いつつも、ううってなるとううってなっちゃいますね。ここら辺本当に道もある程度綺麗だし、車も少ないし気持ちいいし、いいところです。秋といえば栗、さつまいも、そしてサンマですね。皆様は秋の食べ物何か食べられましたか？私はというと、特にまだ食べれておりません。強いて言うならば一つ、さつまいも堂を食べました。え？さつまいも堂ご存知でない？ミスタードーナツの秋になると出てくる限定商品、さつまいも堂です。あれがとても美味しくて私は大好きです。さつまいも堂を食べると、あー秋が来た、そろそろ肌寒くなるなと毎年感じております。また栗拾いも毎年行っております。山へ入って栗を拾い、そしてお家に帰って栗を食べる、その一連の流れがとっても大好きです。嘘です、栗拾いなんて行ったことありません。じゃ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 だだだだだだだ、おお、ミスタ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 ぞ。演奏したら私は転ぶ。もういまいちね、そのさ、坂道とかさ、カーブとかさ、山道とかさ、嫌なんだよね。操作がわかんない。てか、演奏もしたくない。寒い。ギアチェンジとかしたくない。寒さでね、人の気持ちはね、廃っていくんですよ。心が廃っている今、私は寒い。この寒さによって。寒い、寒い、寒い、寒い。ほら、息しろいよ。マジで寒い。無理。マジで無理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 寒いよ。到着しました。無理怒ってたから、落ち込むブーンって走りながら切れながら、前は暑いって聞いてたのに今回寒いって切れてる。暑いはねもう仕方ないけど、寒いはもうだんだん本当に怒りが湧いてきて、こんな寒くて怒れることってないじゃないですか。もうなんか寒くて怒れちゃった。怒れちゃった。こちらです。こちらがモネの池。有名ですよね。わあ。あ、あそこら辺すごい。なんか透き通ってますよ。
今何のとこか分かりました。いや分かんない分かんない分かんないですか本当に。無視以上で岐阜ツーリング終了です。また、チャンネル登録して次の動画もぜひ見てください。さよなら。